楽しみ、松さん。ああ、嬉しいね。そう言ってくれると。そう言ってもらえるとすげえ嬉しいっすね。僕の放送を楽しみに待ってもらえると。ボスの応募？正義の味方、ボスの応募。何？ボスの応募って。何？ボスって。ボスの応募？どういうこと？はい、ゆらちゃんワード2。いらっしゃい。何？ボスの応募って。うん、仕事お疲れ様。たくみさんワード2。ベース？あ、ベースか。ベースの応募は来てないですね。ベースでも欲しいよね。なんか、この前やった配信？なんだっけ。レクチとさ、ギターとドラムで配信やったんだけど、すごかったよね。だからベースがいたら結構面白いことになりそうだなぁとは思うけど。楽しそうだよね。仕事は眠くはなかったよ。大丈夫だったよ。金曜日はちょっと忙しいんですよ。レクチ以外にもギターは欲しい。願わくばあと2人。いや、ギターは俺はいらないな。できれば3ピースやりたいもん、バンドは。だから自分が本当はギターボーカルでベースとドラムが欲しいかなと思ってるから。おはよう、クフ。戦いって物騒やな。どないした？生活保護がね、抜けるのがほぼ確定しそうな感じだったんで、いよいよですね。いよいよ、いろんな流れが変わりそうな気がしますね。ドラムはやる気ないね。ドラムとボーカルって相性悪いんだよ。フロントマンやりたいから、俺は。そうだね。4年かかったね。4年。いよいよだね。まだ確定ではないから、多分ね、確定するのが1週間後らしいんだ。でもね、多分ね、今回の感じだと、ほぼほぼ確定だと思う。CCB ね。あれはでも嘘だよな。ドラムって、生で音聞いたことある人だったらわかると思うけど、めちゃめちゃ音がでかいの。だから、ボーカルマイクがここにあったとしても、ドラムの音の方がでかいんだよ。ドラムの生の音よりもでかく歌うことって無理なの。だから、ドラムの音が極端に小さいか、要は嘘ついてるよね、あれは。ライブで、だって見たことないでしょ。ドラムボーカルで、ちゃんと声が通って、ドラムのプレイもしっかりしてる人って。無理があるんだよね。あと、なんつうんだろう。座って発声することはできるんだけど、やっぱり体が動いてるわけじゃん。で、声帯をコントロールする、すごく難しいよね、やっぱり。でも正直、和道の声帯って魅力が。テレビバンド。そうだね、テレビバンドだね。PA はやらないかな。PA っつうか、音作りはやっていくけど、音作りは全然やっていくよ。ドラムで歌う人はデジタルドラム使ってる。そうだね、デジタルドラムだったらいけなくはないかな。はい、かっちゃんいらっしゃい、ワトツ。全然いけると思うよ。
はい、こんにちは。ちゆさんいらっしゃい。楽しんでて。お疲れ様でーす。会社大丈夫だった？ いやいや、怒られましたよ。大丈夫じゃないですね。全然。まあ、そりゃそうだよな。はい、ナボコフ。おう、こんばんは。なんだ、出席率高くなってきたな。明日、明後日休みだね。明日、明後日休み。会社も辞める時期考える時期が近づいてる。一応ね、3月末に抜けるっていうことはもう前もって伝えてあって、去年の11月に1月末で抜けるかもしれないって言って、ただ変動があるって言って、で、社長にね、もう3月の末では辞めようとは、辞めるかもしれないっていうことは言ってるけど、もしかしたらね、旅に出ながら、仕事いただけるかもしれないから、ちょっとまだわからないんだよね。会社を辞めるのか、休みっていう形にしていただくのか、それとも、外で仕事を取ってもらえるかもしれないかもしれないから。ちょっと会社の方はまだわかんないですね。次スタジオいつ入る？俺はね、できればね、週1で決まった時間に入るのありだなとか思ってて。週1でやっていきたいなとは思うけど。おうっていう和道の挨拶爽快。そう。そんな感じなの。今日は元気そうでよかった。昨日の配信落ち込んでたから。落ち込むっていうか、まあへこむよね。情けなくてね。スタジオ入りたいよね。じゃあおやすみ。おやすみ。イメージでは叩けてる。ああ、何？自分のドラムってこと？やっぱね、頭の中のイメージと実際の録音とか聞いてみると、やっぱ相当ズレあるよ。ドラムやってて長いけど、やっぱりね、録音聞くとリアルだよね。バスがずれてたりとか、自分で叩けてると思ってるのが叩けてなかったりするから、やっぱ人間の脳みそって面白くてね、結構脳内でね、補正しちゃうんだよね。都合のいいように。だから、脳にあるイメージみたいなものを的確に表現する能力って結構重要だよね。まあそれが練習とかなんだろうけど。リズム聞きながらやった。本当はね、あれだよ。ドラムはクリック聞きながらやるのが普通なんだけど。機材を用意してないから。気絶するまで叩きたい。ドラムってね、みんなね、体力使う楽器だと思ってるけど、実はベース、ボーカル、ギター、ドラムだったら、ドラムが一番体力使っちゃいけない楽器って言われてんだよ。これ意外でしょ？みんな意外と知らないんだけど。おい、かっちゃんから花火いただきました。かっちゃんありがとう。花火ありがとう。そう。だからね、みんなね、ドラムって一番疲れる楽器だと思ってるけど、プロになればなるほど、ずっと延々と叩ける楽器だって言われてるよね。プレイできるっていう。そう、ボーカルの消耗が一番大変だろうね。本当は。まあ、パフォーマンスとか激しい人は特にそうだろうけど。ドラムはいかに脱力するかって言われてるからね。そう、まあ、下手な人っていうか、普通の感覚だとドラムが一番体力使うで合ってるんだけど、
それだとね、2時間3時間ってプレイできないんですよ。やっぱワン、みんなね、これ知らないかもしれないけど、東京ドームとかの大型のステージあるじゃん、ライブの。あれってさ、体重何キロ落ちるか知ってる？2時間で。あれ体重5キロぐらい落ちるんだよ。ステージ上がるとわかるけど、ライトが熱いもん。サウナ状態で歌ってんだよ、あれ。めちゃめちゃ疲れるよ。まあ、ヨシキ、なんかね、よくね、ドラムの話するとヨシキの話題が常に出てくるんだけど、なんか、あんまりそのヨシキヨシキっていう風潮が好きじゃないね。はい、かっちゃん、花火ありがとう。5キロですね、2時間で。いや、パンチドランカーにならないでしょ。ありがとうございます。よいしょ。ならないならない。パンチドランカーって脳にダメージが来てああなっちゃうんだ。いや、ダンベルやりますよ、全然。みんなで一緒にこの腕をたくましくしていこうぜ。太くしていこうぜ。太く強く。あれは楽譜通りに叩けない衝動で壊してるんだと思うよ、しきは。いやいや、全然、楽譜通りも叩けてるし、ドラミングもセンスいいと思うよ。やっぱなんだろう、くれないとかのさ、なんだろう、つったんねー、なんかね、フィルインとかもかっこいいんだよ。だけど、なんて言うんだろうな。俺はいつも言うんだけど、ヨシキはドラマーとして才能がある感じじゃなくて、だから、マイケル・ジャクソンって歌もダンスも一流じゃん。だけど、マイケルの魅力って歌もダンスもそうなんだけど、カリスマ性とかさ、そっちの方がすごいじゃん。なんつうの、マイケルっていう存在じゃん。それと同じだと思うんだよね。ヨシキはだから新興宗教の教祖としての能力の方が高いと思ってるから、ドラマーよりも。アイコの肺活量マラソン選手並みだと思う。あー、まあブレス長いよね、プロのアーティストってね。カラオケで歌うとさ、これどこで息継ぎしてんだっていう曲とかいっぱいあるもんね。ブレスとかすごい難しいんだよね、本当は。わかるわ。ヨシキはドラム叩いてなくてもファンは神だっていうかね。もともとの楽譜は人体では叩けないように書かれてて、しょうがなく削ってる。いや、っていうか別にヨシキってそんな手数多くないでしょ、だからなんかそういう逸話、そういう風に言われるのがすごいと思う、俺は。ヨシキヨシキって言われる方がすごい。別に、なんだろう、ヨシキクラスのドラマーって別に、いっぱいいるし、なんつうの、なんつうんだろう、ドラムと言ったらくれないっていう、そういうのを作るのが上手い人だと思ってて、雰囲気っていうか。アスカ歌うまいもんだって。アスカの歌は死ぬっていうか、アスカじゃないと歌えないよね。俺、アスカは別に、薬やっててもいいと思ってるからな、本当に。別に人殺しとか、なんか迷惑かけないで、あんだけ才能ある歌を歌えるんだったら、もう別にアスカ薬やってていいんじゃねえって思うよ。なんか、変なおじさんみたいにされてるけど、アスカの歌聞いたことあんのかよっていう。アスカの歌やべえぞっていう。俺はアスカ好きだね、普通に。アーティストとして。尊敬してますね。叩けないのが分かってて、違うよ。X ジャパンって、結構、その、音楽界隈で有名な話なんだけど、X のマックスのスピードって結構遅いの。で、てーん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 、てこのテンポなの。なんで、本当は X ってもうちょっと速い方がかっこいいって言われてるの。で、ギターとかベースとかって絶対もっと速くできるんだけど、なんでちょっと絶妙な、ちょっと速いんだか遅いんだかっていうテンポなのかって、あれ、ヨシキが叩けないからって言われてるんだよ。そう。そう。
ヨシキが叩けないかららしいよ。俺ね、結構その分析をしてる人は正しいと思ってる。本当はね、200いかないぐらいがかっこいいんだと思うんだよ。もうちょい早い方が。ヒデかっこいいね。うん。ハルさんこんばんは。そうそう。だから、なんか、なんだろう。和道は訳ありな人が好き。好きだね、俺ね。アナユナいらっしゃい。X は裏拍も叩くから手数が大きく感じるのかな。まあ、裏拍叩けるのは、まあ、手数が多くっていうか、手数は多いんだよ。メタルだから。ツーバスだし。なんていうのかな。でも、その、ドラマーとして、やっぱ、なんか、ドラマーとしてね、なんか、ヨシキを評価するのって、なんか俺違うと思うな、未だに。イサキちゃんバーガーありがとう、ワドツー。ユイさんいらっしゃい、こんばんは。MV は 1.5 倍で叩くの限界。MV ってなんだろう。俺はだから、なんか、ヨシキのことをドラマーとしてどうこうっていうのは、なんか、そもそも間違ってると思うかな。本当に。なんか、それって X ジャパンの楽しみ方を間違えてる気がする。そんなことよりも、ボーカルが洗脳されて、メンバーの、過去のメンバーの二人が自殺するようなバンドのボスだっていうことの方が、もっと考えた方がいいと思うよ。ああ、まあ、深夜の方がうまいよね。まあ、まあ、プレイスタイルが全然違うけど、俺はドラマーとしては、その、あの界隈で言ったら深夜抜群にうまいと思ってて、本当に。なんかね、深夜の方が全然好きだね。まあ、ヨシキの方がうまいって言う人もいるけど、全然。俺は全然深夜のドラムの方が好きですね。ミュージックビデオ 1.5 倍叩くのが限界？ヨシキは発達障害じゃないんだって。だから神なんだって。浅井さんと同じジャンルなんだって。信者からしたら神なんだよ、あの人は。そこをね、なんかね、ドラマーとして、なんか狭いくくりで語るのがすごい嫌で、もっと神様として祭り上げた方がヨシキは面白いんだよ。だから X 解散したからヨシキつまんなかったじゃん。だけどさ、なんかもう、何本気になって活動を始めると、やっぱ X って狂ってるじゃん。なんか壮大じゃん、いつも。あんだけ大風呂敷広げて、あれを回収できるのってすごいと思うよ、ヨシキって。神だよ、そう、神。神として崇めた方が面白い。新しいフォロワーさん紹介します。ゆいさんフォローありがとう。俺は絶対そっちの方が面白いと思うんだよね。俺はそうであるべきだと思うよ。X ジャパンっていうバンドは。だってさ、その X から X ジャパンに名前変えたのってさ、世界を狙ったからなんだよ。で、はっきり言って日本にメタルっていうジャンルがなかったし、その X ジャパンって要は世界に向けて日本代表としてやるっていう意味であの名前をつけたんだけど、まあ、正直さ、その、冷やかされるわけじゃん。なんだこいつらみたいな。もう一部のファンだけで盛り上がってて、いや、いけるいけるって言ってるだけで、全然浸透してなかったわけじゃん。だけど、X の功績って、紅白歌合戦で、メタルっていうジャンルで、紅白歌合戦出れたのも奇跡だし、実際に今、X が解散してから、そのメタルとか好きな人たち、海外で X が再評価されてんのよ。それで復活の流れになってんのね。いや、日本に X ジャパンっていうバンドがあって、そこのバンドすごいよって言って、なんかジャパニーズメタルでいいよってなってるわけじゃん。だから、そのヨシキが見てたものっていうのは、結構その、なんつうの。やっぱ狙い通りにいってるんだよ。だからプロデューサーとしての能力も高いし、だから、なんつうんだ、普通ね、ドラムだけだったらドラムだけとか、なんかね、一個だけに偏るんだけど、ヨシキのバランスの良くて、レベルの高さ、プロデュース能力とか、そういうなんか、競争が、神がかったことやったりとか、なんか洗脳したりとか、まあドラムとか、いろんなものがすごいんだよね、彼って。名前は和道、そうだね、なんか和道和道って言われるから、あの、一回、正式な名前で浸透するように和道にしましたね。X ジャパンっていうバンドもともといて、権利でつけたんだけど。うん、違う違う。XJ っていう風にっていう意味じゃなくて、ジャパンをなぜつけたのかっていう意味よ。うん。
We are X ね。浅井さんってブランキーの違うわ。浅井ゆき子だわ。俺の放送で浅井っていう名前が出たら確実に浅井ゆき子だわ。名前変わったっていうか、いや俺はなんか正しい読み方を浸透させようと思ってワドにしたんだけど、響きに締まりがありますね。そうそう、ワドをワドだと思ってるから、ワドだから正式は、だから浸透するまであのカタカナ表記も取り入れてこうと思って。いや映画見ないよ俺。映画見ないよ全然。あーていうかさ、リスナーさんが教えてくれたあのアメリカ人がね、1000人集まって1000人でニルバーナのスメルズライクアティーンスピリットを歌うっていう動画があるって言って、それ見たんだけど結構面白かった、爆笑したわ。ワドが減らってる時、いやそうでしょ、俺が減らってる時は無差別テロですよ。これまあ高光、まあもともとねワドの名前の前は高光でやってたからね、高光 .com っていうやつだけど、俺も浅井さんみたいな友達が欲しい。いや全然会いに行けばいいじゃん。なんかみんなよくこうなったらいいな、ああなったらいいなみたいな妄想をするんだけど、なぜか叶えようとしなくて、世の中にあることとか妄想とかって本気で行動すれば俺叶うと思ってるから。で浅井さんウェルカムな人なのみんな知ってるわけじゃん。なんで浅井さんが本当にすごいと思ってたりとか、この人面白いって思ったら会いに行かないのかっていうのが俺結構不思議な感覚なんだよな。だって同じ日本に住んでてこの人面白いってなったら会いたくない？俺だから面白アンテナ常に張ってるから、浅井さんと出会った時は衝撃あったし、この人と友達になりたいと思うもんね。そうそう、ニルバーナ。カード5番ね。ただ、スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットの凄さって分かった、俺。今まででその1000人集まって1000人で1曲をプレイするっていう動画を見たことがなかったから、その死んでから何年もた、何十年も経ってんのに、その何十年後に1000人集まってこの曲歌おうぜっていうのはほんとすごいなと思ったよ。今日出勤の時にその動画見て、スメルズ・ライク・ア・ティーン・スピリットの和訳を見て、浅井さんって会いたいと思えば会えるもんなの？ていうか世の中に俺会いたいと思って会えない人なんかいないと思ってるね。そうだから、会いたいですとかツイッターとかでコンタクト取ればいいのに。私はワドさんにリア突したいけど刺されるのが怖いな。刺される覚悟で来ないとダメでしょ、あれはやばい、絶対間違えちゃいけないのは、ヒデもタイジも自殺じゃない、ちゃんと調べて。俺は自殺だと思ってるからな。どうなんだろう、そのそれっぽい情報があったり説得力があったら。てかさ、ほらやっぱり情報ってさ、真実は本人しかわからないわけじゃん。で解釈があるだけなんだよ、生き残った人の。でその中で今まで聞いてきた説の中で、読んできた説の中で、俺は自殺だって思うのが俺はしっくりくるんだよね。エビデンスあるから。エビデンスあんの？いや調べてっていうか、それを聞きたいよ俺は。逆に正義の味方、そだコラボする時ってそういう風に、いやワドあの件なんだけどって、俺ちょっと言わせてっていうのがみんな聞きたいわけよ。なんか最近さ、その反論をするときソースはググってっていうのを俺絶対間違ってると思ってて、会話楽しもうよもっと。反論があるときほど、いやワドってちょっと俺コラボで言いたいことあったんだよっていうのが楽しいんじゃん。それが生主じゃん。新しいフォロワーさん紹介します。そして死にましたさん、フォローありがとう。エビデンスあるんだ、それは全然聞きたいね。俺も別に詳しく調べてるわけじゃないから。尾崎豊は俺確実に自殺じゃないと思ってるね。事故でもないと思ってる。あれは絶対殺されてると思ってる。和道さんストーカーに会うかもですよ。どういうこと？ストーカーに会うって、なんで俺がストーカーに会うの？胎児は薬って聞いたけど違うの？いや薬で捕まったかなんかじゃなかったっけ、薬か体温かなんかで捕まってじゃなかったっけ。ヒデは酔っ払って事故、あの前も何度も酔っ払って死にかけたことが何回もあるらしい。
いや、俺ね、酔っ払って首吊りをやっちゃう人っていうのは事故じゃないと思うよ。要は肩をほぐそうとしたっていう話なんだけど、いや、薬関係だろうね、確実に。尾崎は殺されてるよ、完全に。へえ、あ、でもね、俺ね、胎児の件は俺トラブって他殺の件はあると思う。ヒデに関しては、なんかちょっと強弁っていうか、信者がちょっと言い過ぎな気がすんのね。で、胎児は俺ね、トラブって他殺はあると思う。胎児だもんだって。反論したい時が来たら、したい。万が一本気で会いに来る人がいたらですよ。ストーカーとファンって俺同一だと思ってるよ。オフ会に来るとかさ、リアトするってやっぱ、行き過ぎるとストーカーになる。ファン心理だから、ストーカーとかって。ストーカーって熱狂的なわけじゃん。やっぱり。でも、男でストーカーはいないと思うし、逆に、俺ね、結構これマジなんだけど、ジョン・レノンの死に方ってめちゃめちゃかっこいいと思ってんの。ファンに殺されたわけじゃん。あれは結構なんかこう、表現をする人の理想的な死に方だと思うけどな。本当に目も悪いし、ギター抱えるのもあって毎日首を突っ張ってた。俺実はヒデのお兄さんと飲んだことあるのよ。だから、じゃあヒデの弟さんか。ヒデミュージアムの運営してる人弟さんだっけ、お兄さんか弟さんかちょっと忘れちゃったんだけど、ヒデの親族のお兄さんだか弟さんどっちかちょっと忘れちゃったんだけど、飲んだことあるのよ一回。なんつうのかな、この話ってさ、ヒデのこと好きな人を傷つける話になるから、あんまり、弟さんだっけ？弟さんだったかな？ヒデミュージアムやってる人と。ファンの人がそう信じたいっていうのはわかるから、あんまりこの話はね、不毛だからやめようよ。ザードの人亡くなり方謎なんだけど、どうも。自殺なのかな。整形外科に記録がある。ファンでもストーカーでもない運命共同体。迷惑をかけた時点、迷惑を感じた時点でストーカー認定。弟さんか。俺びっくりしたんだよね、弟さん見て。全然ヒデと似てなかったんだよね。リアトズとかしたことないです。熱狂的なファンとか毎日その人のことを考えてて辛いんでしょうね。どうなんだろうね。わかんないけど。何？俺食べないよって言ったじゃん。俺食べないよって言ったじゃん、さっき。本当？うん。ご飯ってあれ、お米じゃなくて。あ、お米じゃなくてグラタンって言ったから。あ、違う違う。明日の朝食べるって言ったじゃん。うん、ありがとう。チビデブハゲだったね。いい人だったけど、イナゴライダーとかシャカラビッツとかの仕掛け人のプロデューサーの人と、要はインディーズメロコア、なんかメジャーなのかインディーズなのかよく分かんなかった時期あったじゃん。シャカラビとかさ、イナゴライダーとか、あの仕掛け人の人と、そのヒデの弟さんと一緒に飲んだ。ほんとチビデブハゲだったけど、いい人だったよ。全然音楽業界の感じじゃない。普通のなんかサラリーマン、中小企業に勤めてるなんか課長みたいな人だった。
六本木で豪遊してたよ。ヒデの利権持ってんだよね。弟がヒデの映像を使わせないってごねて、一時期 X のライブでヒデの映像を流せなかったんでしょう。まあだから使わせないっつうか、ギャラでしょ、要は金の問題で揉めたんでしょう。ヒデに絶対逆らえない人、どうなんだろうね。俺はあんまり詳しくないからわかんないけど、銭入れ歯羽振りは良かったっすよ 羽振りは良かったよ 銭入れ歯っていうかどうかわかんないけど ああ、いじめられっ子なんだ。でも、もともとヒデもいじめられっ子だったんじゃなかったっけ？なんか、もともとすごい太っててコンプレックスあったんだよね。で、急激に痩せたんだよね、確か。小学校の時かなんかに。中学だかで。この話題あんま興味ない。違うんだよ。なんか、信者って何言っても聞かないじゃん。わかる？だからやりづらいんだよ、正直。フラットに話そうとしても、もうなんか、なんつうんだろうな、信者には何言っても聞かないっていうの分かってるから、なんかね、言いたいことが言えない雰囲気になるし、言ったとしても気まずくなるだけだから、俺としてはね、この X の話、YOSHIKI の話もヒデの話もすればするほど損になるから、早く話題変わんねえかなっていう待ちだよ、俺は。ここはね、触れちゃいけないタブーだよ、本当に。俺掘り下げたくないもん。灰皿溜まってる？いや、まだ溜まってない方だね。和道さんはアーティストで誰が好きなのかな？あー、最高に憧れたアーティストか。誰だろうな。逃がさねえよ。やだよ、喧嘩したくないもん、俺。正義の味方と。ヒロシ呼ばねえわ。連絡取ってない。一回だけ飲んだことあるだけだもん。ヒロシを呼べじゃない。呼んでも聞かないでしょ、もうこうなったら。ヒロシが、いや、あれは自殺だったよって言っても、お前が殺したんだってなるだけでしょ。余計炎上するでしょ。お前のそういうところがダメなんだってなるだけだよ、絶対。いや、信者じゃない、じゃあ、信者ほど信者じゃないって言うんだよ。酔っ払ってるやつが酔っ払ってないっていうのと一緒だよ。興味はあるんだけど、なんか、やりづらいね。愛さん、YOSHIKI はヒデがお酒以外口にしてるところ見たことないって言ってた。あ、俺ね、ライブハウスやってましたけど、そういう人いっぱいいますよ。配信会でも金梅さんっていう人もいるけど、やっぱ酒ばっかり飲んでるし。バンドマン多いっすよ。酒しか口しない人とか、もうずっとアルコールの匂いする人とか。俺が呼んで枠でペケペケペケする？ダメでしょ、そういうの。喫煙配信者さんのところでこれ打つのが好きなんですよ。気にしなくていいです。いいよね。ここから戦いが始まる。おーん、ジョーカーいらっしゃい。生活保護抜けれそうでさ。なんかちょっと気分がふわーっと晴れて、未来が見えてきたよ、だんだん。酒癖は悪すぎる日では。まあ、酒癖悪くていいと思うよ、俺は全然。俺、ヒデの言葉で一番好きなのが、ステージに上がったら何やってもいいんだよって。俺らミュージシャンだから。ただ、ステージから降りたらただの人だから、楽屋とかで威張ってるやつ大綺麗だよって言ってさ、楽屋でスーパースターぶってるやつとか、プライベートでスーパースターぶってるやつ、俺は大嫌いだって。ステージの上では表現者は何をやってもいいんだって。人殺してもいいんだって言ってさ、もう本当に何やってもいいんだって言ってさ、ただ、ステージから降りたらただの人だからっていう、そのヒデが好きだね。そのヒデの言葉が。まさにね、配信者もそうですよ。カメラ回ってたら何やってもいいんですよ。だからカメラ回ってないところでは人だから。
人間は酒だ。でも俺はあんま酒好きじゃないな、やっぱり。うまい酒がね、飲めたらいいけどね、本当に。ああ、でも稼ぎてえよ、本当に。生活保護も抜けてさ、ね、ガンガン稼いでやろうと思ってるよ、本当。うんこちびるぐらい。本当にそう思ってる。俺は狂ってるぐらい稼いでやろうと思ってるよ、配信で。アイラに負けないぐらいね。飲んできた？夏。飲めない。俺は飲まないかな。別に飲めなくはないけど。一番飲めたのっていつぐらいだろうな。17歳ぐらいかな。17ぐらいの時は本当に飲めたね。死ぬんじゃないかっていうぐらい飲んでたからね。周りがバンドマンとかヤンキーばっかりだったから。一番飲んだ記憶があるのさ、焼酎の4リッターみたいな、一番でかいの4リッターだっけ？鏡月のこんなでかいのあるじゃん。タンクみたいなやつ。あれ4リッターで合ってる？2リッターじゃねえよな。4リッターだと思うんだけど、あれを2人で開けたことがあるね。あれを2人で開けたこともあるし、あと、ほんと毎日飲んでたんだよ、鏡月を。で、そのバンドメンバーがもうほんといろんなバンドが一軒家に30人ぐらい常にたま、30人もいないから10何人常にたまってて、で合計30人ぐらいいるんだけど、メンツが。一回心臓止まっちゃったことがあるんだよ。二人。救急車に運ばれて。あの時はもう本気で怒られたね、親に。うちの息子殺す気かって言われて。いやいや、息子さんが一番飲ませてるんですよっていう話だったけど。生ポ抜けれるんじゃない？抜けれるんじゃないじゃなくて、抜けるんだよ。私はセックスマシンガンズが好き。セックスマシンガンズかっこいいよね。浅井さん見る世界と俺が見る世界違うやろなって、ワドの動画見ながら思った。あ、それはね、クフね、いい質問だから言うけど、実は全員違うんだよ。全員違う。成人式に200人分のピッチャー全部開けた。英語 NG ワールド、ああ、セックスがダメなんだ。でもさ、俺思うんだけど、セックスっていうコメントを打てないってどうなんだろうね。なんか、それって、思うのいいんだよ、別に。ふわっちっていう運営会社が勝手にルール作っていいとは思うんだけれども、なんかね、最近ね、インターネットがテレビみたいになってきて、規制が始まってるじゃん。自主規制っていうのかな。本来インターネットってさ、言論の自由を何でもできる表現の場だと思ってたから、なんか今消えた？なんか消した？え？ああ、表現の場だと思うから、セックスを語って何がいけないんだろうとか思ったね。セックスかけてるじゃん。みかん書いてるじゃん。フランス語でセックスって性別を表す言葉。いや、だからパスポートにセックス、メンとかウーメンとか書いてなかった？セックスってもともとそういう意味でしょ。男女を分ける性別って意味だよね、あれは。日本では性交の意味だけど。規制で変えられるようなものなどない。ケビ。ジュースうま。100円で買えるぬくもり。100円玉で買えるぬくもり。ジュースの方が美味しいのに、お酒3倍するからね。
少し寝れた。いや、違うんだよね。ああ、いいや。まあ、寝てたんだけど、ぐっすり寝てたら、なんか、のんたんにいたずらされて起こされた。お子ちゃまだからね。マッチマッチ。ビタミン数マッチ。なんで、これすげえ美味しい。なんでこれもっと流行らないんだろう。俺、これ高校の時から、高校の自販機の時からの、っていうかさ、あ、この話やめようかな。時効かな？高校の時の話って時効？高校の時の悪い話って時効だと思います？やめた方がいいかな？ やめよう。ふわっちやツイキャスはまだマシ。ニコ生は語尾に出しねってつけると。あ、しねでか。起こされたね。流行りすぎてたからじゃない？え、これって流行ってたか？ていうか、大塚製薬の自販機があんまりない気がするんだけど、俺。社内販売でマッチくださいって言ったら、マッチはございませんって言われました。火をつけるマッチだと危険です。社内販売って何だろう。何の話だろう。桃の天然水はあれ、買ってはいけないっていう本で潰れたんだよ。桃の天然水はめちゃめちゃ売れてたんだけど、当時その買ってはいけないシリーズっていうなんかビニ本っていうか500円のコンビニ本みたいなやつがさ、超売れて。で、マッチはやばいっていう、もう本当にやばいらしくて、添加物が。それでね、一気に売れなくなって潰れちゃったんだよ。刑法に触れるなら時効じゃない気がする。じゃあ、墓場まで持っていきまーす。墓場まで持ってきます。自主規制します。 言論の自由とかいりません。自主規制します。特急列車で車内販売がある。ほう。買ってはいけない。流行ったよね。ああいうシリーズ面白いよね。みんな飲んでて、学校の自販機で売り切れてた。マッチ。ねえ、マッチうまいよね。いや、やめとく、やめとく。殺人くらい、高校の頃の犯罪って時効ってないの？いや、わかんない。グレーゾーンには踏み込まない。カートで売りに来るやつ。マッチくださいって言ったら、マッチはございません。火をつけるマッチだと危険。ああ、そういう意味か。やっと意味が分かったわ。アスペルガーには難しい問題だったよ、今。みんな俺がアスペだっていうことを考慮してコメント打ってもらえるとありがたいよ。君たちがね、見てるのはね、健常者じゃないから。真に受けずに買ってくるけどね。あ、真に受けずなんだ。俺は結構あれやばいなと思ったけど、あれなんでやばいかっていうと、ほぼ訴えられなかったんだよ。大手会社の商品とかやってんのに。なんでかっていうと、裏付けが半端ないから。本当のこと書いてあるから、反論できないから、裁判を起こせなかったっていう伝説の本だからね。殺人でも大丈夫。いやね、100円入れて、戻すボタンあるじゃん。戻すってお釣り出すボタンあるじゃん。ガチャって。あれと商品を同時にやると、ジュースも出てきて100円も戻ってくるっていう魔法の自販機だったの。学校の自販機が。ありえないでしょ。100円入れて、お釣りと商品同時にやると、絶対に100円とジュースが落ちるっていう、ドラえもんみたいな自販機だったの。で、もうなんか仲のいい3人ぐらいだけそれを知ってて、俺だからジュースずっとタダで飲んでたんだよね、何本も。半年間ぐらいさ、高校の自販機でずーっとジュースマッチ飲んでたんだよ。いや、すごいよね。こんなことってあるんだと思って、しかも絶対に怒ったらいけないバグじゃん。すげえなと思って。しかも多分俺らが気づくぐらいのことだから、その学校で気づいてるやつって絶対何年も前からいたはずなんだよ。でもなんで売り上げがずれてることとか気にしなかったんだろうとか思って。いや、魔法の自販機なんだよね。あれは未だに不思議なの。ずーっとタダで飲んでたね。
なんかさ、昔さ、自販機こうやって手突っ込んでさ、爪とかをさ、血だらけになりながらガチャンってできるやついたじゃん。よく缶とかがさ、もうピシューってなってさ、あ、漏れちゃったとか言って、お前の分も取ってやるよって言って、こうやってガシャってやれるやついなかった。すごいよね。そんなことしなくても、しなくても、下から手突っ込んで抜けたよ。どう自販機。だからそれパワー系なんだよ、それやるの。蓋とかが改良された。あれ、蓋がトリガーになってたんだっけ？プルタブ。子供の頃100円ガチャガチャ、5円で回る仕様だった。マジで？ガバガバじゃん。性善説を採用しすぎなんだよ、日本の企業は。うん。俺だけど、ガキの頃万引きばっかりやってたな、ほんと。狂ってるように万引きをやってて。で、不思議なんだけど、本当に狂ってるぐらいずっと万引きしてたの。本当に狂ってるぐらい万引きしてたんだよ。だけど、不思議なもんで、中3の時に、働いてから、一切やらなくなった、万引きを。本当に不思議、未だに。初めて給料をもらった時に、その給料で漫画を買ったんだよ。そしたら、すげえ快感だったの。自分の金で本を買うっていうのがすっげえ快感で、万引きってダッセーと思っちゃって、それから一切やらなくなった。いや、泥棒病気だよね、絶対。でも本当に狂ってるぐらい漫画を万引きしまくってたの。よくさ、CD とか転売してたんだよ、みんな。CD パクって。CD、新品を転売してたんだけど、俺売るとかじゃなくて、本当に読みたい漫画をひたすらパクってたんだよ。うん。うん、悪いやつだよな。姑息な野郎、泥棒ですよ、泥棒。本当にずっと万引きしてたもんな。しかもなんかみんなが思うような万引きとかじゃないかな、もう。その逆、泥棒の常習って見つからない快感？その逆？その逆ってどの逆？どの逆なんだろう。見つからない快感はあるんじゃないの、やっぱり。ドラムバッグいっぱいに盗んでた、店潰れちゃった、ごめんなさい。店潰れたらあって思うよね。ていうかね、やっぱね、万引きされる店って潰れるんだよ、本当に。やっぱりね、監視カメラとか警備員とかって必要なんだろうね。本当にね、万引きの甘い店ってことごとく潰れたよ、やっぱり。成田も全店舗潰れたもん。だから万引きってさ、その原価も引かれるし売り上げも引かれるから、とんでもないね、マイナスなんだよね、あれ。万引きはダメだよね、やっぱ。泥棒だからね、ただの。万引き G メンなんて当時いなかった。だから後からできたものだよね、あれ。うん。でもなんか今の若い子ってそういうことやらなそう。なんか万引きとか聞かないもんね。やっぱ万引きやるのっておじいちゃんおばあちゃんとかさ、そういう世代だよね。今の若い子ってそういうこと興味なさそう、本当に。っていうかさ、もうはっきり言うけど、YouTube とかアニメをタダで見るのってあれ万引きみたいなもんだからな、はっきり言うけど。さ、当たり前になってるからみんなやってるだけだけど、ネットで著作物をタダで見るとか、人の作ったものとかを勝手に使うとかってさ、それも万引きだよ。うん。後々見直されると思うよ、俺。ホリおじさんはどつ？ルパンがなぜか人気あるのか考えてごらん。快感ではない。DJ 本職さんはこっちです。うん。人生の中で一番悪いことってなんだろう。人生で今までやった中で一番悪いことを言える勇気のある人いる？言えねえよ。言えないか。ストリーミングは違法じゃないって不思議だよな。ストリーミング詐欺？うるせえよ。ほっとけ。うん。
知的財産にお金をちゃんと払いなさい。でもそれは本当そう思うよね。そうそう。やっぱお金は回った方がいいからね。いや、だからうるせえよって言ったの、そう、分かってる。それは分かってるわ。なんだろうな、一番悪いこと。詐欺かな。タバコ買ってくればよかったな。これさ、これ本当に思うんだけど、フジパンのコッペパンが一番うまいから、これ。みんなさ、山崎のコッペパン買ってるでしょ、みんな。定番のやつって、あんマーガリン、あんこのマーガリンとかさ、いちごジャムとか。これ、俺みんな食べ比べてほしいんだけど、これフジパンであんまり売ってないけど、フジパンのピーナッツが一番パンうまいよ。マドちゃんの黒歴史。俺でもね、あんまりぶっちゃけた話、詐欺はそんな黒歴史だと思ってないかもしれない。変な話だけど、反省してないわけじゃないけど。一番悪いこと、子供虐待。俺よくやられてたから、あれは、これ虐待は絶対ダメ。本当にダメ。うまっ。のんたん、これ美味しいよ、食べて。はい、これ本当美味しいから。はい。山崎パンのコッペパン食べたことある？のんたん。ランチパックのピーナッツ。子供の時って絶対どうしようもなんないんだよ。その知識でも、体力でも。まあ、それって残るんだよね、やっぱ。どうにもできない自分っていうのが。だから女子供には手出しちゃダメなんだよ。おう、トントロいらっしゃい、バタツ。なんか最近生主やってんじゃん。もともと生主なのか、というか。これね、フジパンのピーナッツの、これうまい。フジパンのコッペパンがうまい。顔ボコボコか。顔はやられなかったんだよな、俺。腹とか蹴られたり、スピリチュアル攻撃だったよね。今でも覚えてるのは、親父が絶対帰ってこないのに、雪降ってる寒い日に、親父が帰ってくるまで外に立ってなさいって言って、俺なんとなく勘で親父はもう帰ってこないっていうの分かってたから、あれは辛かったね。時間が途方もなく長いし、寒いし。十字架は全然背負ってるでしょ。十字架は背負ってるけど、なんか変に嘘をついて、僕は反省してますみたいな態度を言うことが、これは反省だとは思ってない、正直。こんな嘘くせえさ、お涙ちょうだいで、僕が悪かったんです、みたいなことをやるつもりはない。和道から和道になってる。なんで？もともと、和道って和道なの。だから、あんまり浸透してないから、もうそろそろ3年も経ったり、そろそろ名前覚えてもらおうかなと思って。シュキいらっしゃい。風船ありがとう。和道、和に道と書いて和道って読むんですよ。そういうことです。冬にベランダ出されて、親忘れて寝てたことある。すごいな。まあ、どうでもいいんだろうね、多分ね。そうそう、ワードレミファソラシドね。ワードって呼べないの？ワードさんの方がいいの？
ワドさんでいいよ、ワドさんで。だからしばらく定着するまでこのカタカナのワドを広めていくから。定着したら考える。ワトソン。これ本当うめえな。なんか俺の中に100円でできる最高の贅沢リストってあるんだけど、これ108円なんだけど、まあ、100円だよね、消費税入れなければ。100円でコストパフォーマンス高い幸せリストにこれ入るわ。あとあの朝マックのソーセージエッグマフィンも100円で頼める。ハートプレゼントありがとう。うん、ワドに変えとく。 OK。 うん、うまっ。え、バナナあんの？これのフジパンだよこれ。食ったことない。食ってみたいな。ロシアに住んでたことあるの。大きなパン100円。なんかロシア人ってかっこいいよね。なんかプーチンって結構かっこいい人だと思ってる。プーチンイケメンだよね。元 KGB とかかっこいいよね。ロシアって名前のパン、へえ。調べてみよう。ロシアパン、パンケーキ、ロシアパン。あ、見たことないな。へえ、大ロシア。え、山崎パンシリーズじゃん。見たことない、見たことない。これあれじゃん、地方限定のパンじゃないの。サークル系サンクス。あ、まあちょっとうまさ。揚げパンかこれ。プーチンかわいいし怖いしかっこいいし、いろんな顔持ってて好きだわ。いや、あれ怖えだろ。あれ人何人か殺してる目してるじゃん。だからプーチンマジでガチで何人かやってると思うよあれ。え、ロシアのハーフなの？ロシアの血入ってんだ。日本人の体格じゃねえもんな。納得できるわ。戦闘民族の血入ってんだ。へえ。確かに骨格がね、肉のつき方が違うよね。ゴルバチョフは可愛かった。ゴルバチョフ、なんかいい人オーラですよね。やっぱロシアって言ったらプーチンだよね。もう定番だよね。俺プーチンでいいよ全然。なんだっけ、あのプーチンの、プーチンに飼いならされてるもう側近みたいな大統領いなかったっけ。なんか任期を無理やりさ、プーチンの影武者としてやるやつ。あれなんつったっけ、ミドベージェフだっけ。すごくない。なんかそんなのが成り立つぐらいのスーパーヒーローって日本だと考えづらいよね。日本、アルゼンチン、ドイツ、ロシア、アルジェリアって言ったじゃんこの間。すげえな。へえ、日本、アルゼンチン、ドイツ、ロシア、アルジェリア。すげえな。
俺ロシア人は強いと思う。スターリンは超イケメン。そうなの？ターリン。イケメンか？もう、イケメンかな？いや、ま、イケメン？若い頃ってこと？まあ、若い頃イケメンだったって言われても、ああ、わかるかなって。イケメンって言うのかな？これを。うん。あ、そうそう、岡田真澄ってそういう感じがするね、俺も。実際強くない。ただ恐怖心が欠けてる。それって強いでしょ。俺、その喧嘩とか、その、なんつうの、ファイターに一番必要な、一番怖いやつって恐怖心が欠けてる部分だと思ってて。で、その体力とかって確かにその強さとして必要なんだよ。もちろん絶対だよ、そんなの。分かりきって言ってるんだけど、なんつうの、喧嘩ってさ、心の部分って結構でかいじゃん。で、恐怖心が欠けてるやつって俺一番怖いと思うんだけど。何するか分かんないじゃん。うん。若い頃ハリウッドスターみたいなんだ。今日も、いや、土日休みだね、今月は。2月は、ずっと。だから、あれです。休みです。土曜、日曜は。危機管理能力も同時以上に必要。そういうもんなのかな。まあ、喧嘩に関してはな、ガチッチが 100% 正論だからな、どう考えても。俺が語るよりガチッチが言った方が、キャリアが違うからな、喧嘩で生計立ててたんだもんな。4年間だっけ俺あのエピソード未だになんか俺居酒屋とかバーとかで話したいもんな。お前4年間喧嘩で飯食ってたやつ知り合いにいるかって、何それって絶対なるでしょ。やっぱそういうさ、そのなんつうの、やっぱ特殊な生き方してる人の価値観とか面白いからね、そのなんか、めちゃくちゃだなっていう。いい？全然。話すよ、俺。まあ、じゃあ、正義の味方は俺の知り合いにさ、って、生ポだったんだけど、3年間放送してて、生ポ抜けたやついるんだよねって言っていいよ。マジかってなるでしょ。何それ実名知らないもん、俺。正義の味方さん無敗でしょ？本当にすごい。僕は逆に勝ったことがない。画題がやばいかんな、本当。シュラバをくぐってる、シュラバを。俺ガチッチのあれだよ。正義の味方のガチッチって呼んじゃうな。周りは生ポって何って言われるわ。まあそういう世界か。あの、なんだろう。ガチッチの本名知らないもん、俺。なんかでも面白い生き方したいよね。せっかく生まれたんだから。なんかワンピースって漫画はいいよね、なんか。ワンピースってすごい尖ってるところが良くて、なんか、恋愛とか無駄な部分、全部省いてるじゃん。その、ネタがなくなったらこれやるだろうなっていう部分ってあるじゃん。漫画家とか作家とかで。なんか、ナミとかロビンとかの恋愛要素入れたりとかするじゃん。そういうのさ、全部抜いてさ、やったとしてもサンジのエロでしょ。スケベ心っていうか、エロですらないよね。スケベ心だよね。ああいうなんか、作風は好きだよ。今教えられる緑ネームはカリート。
ミドルネーム持ってんのかよ。かっけえな、ズリーは。俺のね、成田だから、やっぱハーフとか多いんだよ。だからミドルネームが4つぐらいあるやつとかもいて、羨ましかったよね。キャラエロいか。俺なんかワンピースのキャラエロいって俺間違ってると思ってて、俺、小田井一郎は絵うまいと思ったことないよ。画力低っと思ったの。俺結構ほら漫画すごい読むから、で、ワンピース一巻読んだ時は、画力が低いけれども、絶対これ、もうすごい漫画になるっていう予感があった。中一の時。これはすごいっていうの、一巻から出てた。ワンピースって恋愛ないんだ。よく話が続くな。一切ない。ていうか、ワンピースは絶対読んだ方がいいよ。うん。なんだろう。ワンピースは、日本に生まれてたなら、読んだ方がいいと思う。っていうの別に教養が身につくとかそういう話じゃなくて、一冊400円で買える娯楽としては最高峰に面白いと思う。ワンピースは。ちょっと少年向けだけど、うん。ワンピースはね、ほんとね、現代のバイブルって呼ばれてんの。2巻でやめた。絵が苦手なんだよな。あ、ダメ !2 巻のが全然面白くない。あのね、読むべきは、あやかね、何巻だろう。7巻、6、7あたりから、ちょっと片鱗が見え始めるの。あれ?ってなるのよ。で、6、7面白いんだけど、もう16巻までがすごい、そっから。9巻からね、もう怒涛ですよ。アドルフ・シャンピン・シダ、ジダ。すげえな、カリート。なんかラッパーみてえだな。それって正義の味方よりもさ、カリートとかの方がいいんじゃないの?コテハン。本名かっこよすぎるでしょ。ワンピース一巻の絵は本当にひどい。だけどさ、60巻って、ワンピース一巻の絵を実はそのまんま改良して作ってんの知ってる?まあ、結構有名な話だから知ってるし、60巻ってグランドライン入って、また第1話みたいに始まるよっていう意味で、全く絵の構図が同じで描いてんだけど、あれはちょっと感動したな。6、7がちょっと、あれ?なんか、タッチが変わるし、来るぞっていう感じがして、9巻からやばい。要はね、ベルメールさん、ああ、でも、そうだな。3次編の、風邪ひくなよとかも、おびっくりした。なんだよ。怖いよ。何それ何その顔。腹立つな。でもなんかさ、もうびっくりしたと思ったらさ、なんだよ、ノンタン。なんでそう、俺がと変なやつ見てるじゃん。バギーあたりから上手くなってくる。いや、バギーは上手くないと思うよ、俺。バギーの話いらないよ。うん。16巻までは涙出ると思うよ。16巻まで読んで涙出なかったら、合わないと思う。16巻まで読まないとダメだね。わかんない。これなんでだよ。怖いって。なんでずっと黙って見てんだよ。何?何それ、ワンピース見た瞬間、あ、集英社の勇気友情冒険者のドラゴンボールのパクリかで全く見てない。いや、それはね、ちょっとね、違くて、簡単に言うと、鳥山明イズムってあるじゃん。それを継承できた人っていなかったんだよ。鳥山明を失ってから、ジャンプってとんでもない暗黒時代迎えるの。ジャンプって黄金期って呼ばれるのが4回5回あったんだけど、その4回目の時が、ドラゴンボール、悠々白書、スラムダンク、アイズ、あと何あったっけな、キャプテン翼もあったかな、キャプテン翼、もうすごかったんだよ。もう、なんつうの、どれでも、ルローニケンシンもあったでしょ?もうとにかくすごいのよ。外れ作品がないんじゃないかっていう。ぐらい激アツだったんだけど、それらって実は一気に抜けてんの。で、その、ジャンプを立て直すときに3本の柱を作って、売り出したのがワンピー、若手しかいなくなっちゃったんだよ。で、ハンターハンター、要は富樫先生を看板にして、ハンターハンターと、世紀末リーダー伝たけしと、あと、ワンピースの3本で、立て直すかどうかみたいな感じで、社運をかけてた作家だったんだよ。で、まあ、富樫先生は休み休みになるし、リーダー伝たけしは人気だったんだけど、島袋先生が陰行で捕まるっていう。ワンピースはすごいよ、やっぱり。
で、何がすごいかっていうと、ワンピースのすごいところって、鳥山明のリスペクトがすごいのよ。だから鳥山明イズムがちゃんと流れてんの。だけど、あれだよ、ドラゴンボールとは全然違う作品だよ。ちゃんと鳥山明イズム流れてるけど、要はあれだよ、悟空なんだよ、ルフィって。画風も寄せてる？ G ペンってのを使って画風も寄せてる。画風寄せてるどころか、鳥山明ってスクリーントーン使わなくて有名なのね。で、鳥山明ってその、なんつうんだろう、トーンを使わないのに、要は白と黒のペンだけで全部の色彩表現ができて、尖った絵を描くんだよ。それをね、ワンピースもやってるんだよ。トーン使わないんだよ、極端に。1巻2巻で緑の髪の人がおにぎり食べてるシーンはジーンときたけど、あれ以上に感動する。あれが下手だったの、最初の頃。要はあれをうまく表現できてなかったのよ。要はごちそうさまでしたってやつでしょ、おにぎりバリバリ食って。あれがなんか、タシギっていうやつが死ぬじゃん。親友が死んでも泣けないじゃん。あれがね、まだ作家としてうまく表現できてなかったの。それが、あ、こういうこと書きたいんだっていうのがどんどんできていって、で、その片鱗が見えるのが6巻とかなの。要は、その、師匠と弟子の話なんだけど、男のその、師弟関係とかで、そういう過去とかを掘り下げながらうまく書いて、で、9巻で完成するんだよ。その、ナミっていうのにフューチャーを当てて、ナミの生い立ちとか、どういうものか、過去を背負ってこういう現在があるからこうなるんだよっていう。で、このトラウマと彼女は戦ってるんだっていうのを完璧に綺麗に書くのよ。で、それをルフィがぶっ壊すっていう構造なんだけど、それで16巻にチョッパー編っていうのがあるんだけど、もうそれはすごい。チョッパーはすごいね、もう本当に。それをね、被せることができるの。要は他のキャラクター？要は、サンジではサンジと師匠の友愛、愛をかけるんだよ。その師弟関係の。で、このナミっていうのは、生い立ちから、その今のトラウマを解消するまでを綺麗に描くんだけど、今度、その過去を遡った時の、その人の命の系譜みたいなのを書くことができるの。だから簡単に言うとね、血のつながりじゃないんだっていうこと。家族っていうのは、こういうもんなんだっていうね、作家性が出てくるんだよ。チョッパーイコールクリリンではないかな。後半はトーン使ってる。後半は使ってる。ただね、そのトーンの使い方がめちゃめちゃうまくて、その、砂を表現するんだよ。それね、点でね、書き始めてたんだけど、いろいろね、努力してて面白いっすよ、やっぱり。切り貼りするのがめんどくさくて使ってなかった。チョッパーは泣けるよね。てか、ワンピースに出てくるキャラクターってどこの国の人なのかな。その世界の国の人だね。 まあ、ブルマってどこの国かなって言われても、西の都としか言えないでしょ。 そんな、そういうディティール掘り下げられてもよくわかんないけど。ワンピース面白いですよ。新しいフォロワーさん、トントロさんフォローありがとう。面白いですよ。なんだろう。なんかね、途中で飽きるのはわかるんだよ。ちょっともう一回読んでみよう。本当に、今だったらほら、漫画ってさ、多分普通の人だと1時間に3冊読めるはずの。だから6巻までとか7巻までって2時間かかるけど、2時間我慢して読んでもらいたい。多分ね、普通の人って1巻読んだ時って1巻って絶対面白くないんだよ。スラムダンクですらも面白くないんだよ。1巻で面白いのほんとドラゴンボールぐらいじゃん。諸女作品の1巻は絶対に話の構成とかうまくまとまってないから、一巻は、その、作家の片鱗みたいなものを読み解ける能力が必要なんだよ。で、大体、2作目、3作目のタイトルぐらいになってくると、もう安定してるの。一巻からもううまいの。だけどね、ワンピースは、ほんと6巻、7巻あたりまで読んでもらいたいな。チョッパーやばいよね。人はいつ死ぬと思う？なんだっけ？ちょっと待って。あ、ドクターヒルルクの言葉、いいよね。ドクターヒルルク。ドクターヒルルクの言葉があって、その、もうこれはもう読んだ、みんな泣けるって言ってるのはもうね、ここのことなんだけど、別にネタバレにならないからいい、
いいから読むよ。これはネタバレじゃなくて、もう名言がすごいんだよ。ドクターヒルルクっていうキャラクターが出てくるんだけど、すごいいいよ。なんだっけな、人はいつ死ぬと思う？心臓で銃を撃ち抜かれた時。違う。毒キノコのスープを飲んだ時。違う。人に忘れられた時さ。もうこれやばいよね。いい人生だったー。毒キノコやばいよね、あれ。あれは感動するよね。俺、ヒルルクめちゃめちゃかっこいいもんね。チョッパー鹿みたいなやつね。そう。チョッパーがもうすごい。チョッパーからはね、もう安定感がある。で、チョッパーの話見ても面白くなかったら、もうワンピースは絶対ハマらない。次、和道拓で漫画読みながら雑談からのスタジオでどう？いや、漫画読みながら配信は無理よ。俺やったことあるけど、やっぱね、漫画を読んできて、それで語るっていうのじゃないとね、番組って成立しない。だから、正義の味方と俺で、その、一個のタイトル決めて、で、議論をするっていうのが多分楽しい。うん。スターウォーズならスターウォーズの第1話見るとか、何々って共有した状態で、お互いの意見ぶつけるのが多分面白いと思う。番組と、生放送としては。漫画でもほとんど文字しか読まない。あー、絵を見ないんだ。あ、でもそれでいいと思うけどな。うん。それで合ってると思う。俺よく言うんだけど、文字で面白い作家と、絵で上手い作家とか、いろんなタイプがいて、ま、そこが漫画の面白いところで、よく言うのが、俺は福本先生のカイジっていう作品は絶対に小説でも面白いんだよ。むしろさ、絵ひどいじゃん。なんか顎とんがってるしさ、襟足の長さがどこまで長いのかもよくわかんないし、なんか鼻は尖ってるし、なんか、これ大丈夫かっていう絵じゃん。正直、福本先生の絵って。あれ、慣れるとかっこいいんだけど、正直、絵が上手い人もとても思えないんだよ。ざわざわとかさ。だけど、あの人はね、何が面白いかっていうと、心理描写とかを描くのが抜群に上手くて、セリフ回しと。うん。だから、そういう作品もあるから、絵が見ないと成立しない漫画もあるしね、逆に。例えば、グラップラーバキとかね。グラップラーバキはもう、ほぼセリフに意味なんて一つもないから、うん。本当に内容が全くない。ただ、もう本当にパンチの流線の描き方とか、本当に筋肉の描き方とかがもうめちゃめちゃ綺麗っていう。浦安鉄筋家族好きなんだ。慣れるとかっこよく見えるのですか？俺、カイジの絵は好きだね。カイジの絵は尖ってて好きだね。なんか、なんつうの？人体の構造、なんつうの？もう本当に正面からの絵と横からの絵だけで構成されてない。この二つのパターンしかないんだよ、多分。それってさ、漫画家としては結構致命的な欠陥じゃん。横向いてる絵と正面向いてる絵の二パターンしかないんだよ、キャラクターで。すごいなって思うよね。それであの表現力っていうか。好きになってく、そう。慣れてくるんだよね、こっち側が。とりあえず裏で漫画をさーっと読ませて、俺が面白いと思ってるのを見せる。絵で見る気失せちゃう。ね、それはあるんだけどもったいないんだよね。俺がね、結構おすすめしてる漫画とかでも、絵がダメっていう作品多いんだけど、絵も魅力なんだけど、実は作家性って絵じゃないんだよね。絵はすごく重要なんだけど、絵じゃないんだよ。で、なんでかっていうと、絵って上手くなるの。これバンドもそうなんだよ。バンドの作家性って、ボーカルとかバンドの上手さってあんまりいらないんだよ。10年やってたら 100% 上手くなるから。そうじゃなくてね、その、ボーカルが持ってる世界観とか、バンドが持ってる世界観みたいなのを持ってね、センスみたいなのを持って変えられないんだよね。いやー、桂先生はもう、俺本当に、女の人を描かせたら桂先生が完成形だと思ってるもん。桂先生を超えるお尻を見たことがない。本当に。桂先生すごいよね。もう、ビデオガールもそうだけど。彼岸島は俺はもうギャグ漫画だと思ってるね、あれは。もう本当にさ、俺彼岸島をガチで面白いっていうやつ友達にいたんだけど、もう毎回笑ってて、もうどのシーンでも笑えるんだよ、なんか。お前ら、行くぞっつって丸太を持ってたりすんの。武器が丸太なの。
なんだこれとか思って。なんかね、リアルっぽく書いて、本人はね、リアリティがあるように書いてるんだろうけど、全然リアルじゃなくて、彼岸島はもうギャグ漫画だよね、あれ。画力がないと読まないできたから、カイジの実写版は面白さが分かってありがたかった。あ、カイジアニメ版も面白いよ。途中から読むのやめた。彼岸島ギャグ漫画でしょ、あれ。究極のギャグ漫画だと思ってるから。よくわかんねえかんな、あれ。ちゃんと読んでみようかな。もう絵で笑っちゃうんだよね、彼岸島。彼岸島は俺ギャグカテゴリーに入れるね、やっぱり。でも俺ね、昔のね、あのサザンアイズとかさ、あの辺の絵のタッチ好きなんだよな。あの、逮捕しちゃうぞとかさ。やばいよ、桂先生の絵はやばいよ。ほんと女の子がマジで可愛い。こんなに可愛い女の子。あのね、アイズは特にいいよ。アイズは。アイズとかシャドーレディとか。まあ、ビデオガールが一番有名だけど。田園少女。ビデオガールっていう。桂先生はもう女の子のおっぱいとかお尻とかを完全に描けるの。完璧な女の子を描けるの。あれより可愛い女の子見たことない、本当に。桂先生の絵。桂先生、あのね、お尻ってプリンって描ける人がいるんだよ。それも難しいんだけど、こうね、こう、くびれてからこう、プリンって描けるんだけど、桂先生のすごいところは、パンツのラインに食い込んでプリンをさせちゃうじゃん、普通の人って。それでいいんだけど、こう、パンツのラインからちょっとはみ出るケツ。はみケツまで描くんだよ。微妙なはみケツ。そう、垂れてないの。ムチッとしてるんだけど、こう。で、太ももの、完璧だよね。ウィングマン、田園少女、絵が全然違うよね。後半になってくとやっぱ完成度高くなってくけど、基本的には女の子がうまいよね。うん。俺はね、アイズとか、俺はシャドーレディが好きだったね。ガンツもうまかった。ガンツも女の子良かったんだけど、ただね、ガンツの場合はね、ちょっと巨乳フェチ感がすごい強いから、なんつうんだろう。うまいんだよ。うまいし可愛いんだけど、偏ってるなって思う。なんか俺、江川達也のエロ系の話も、なんか偏った絵だと思ってて。あと、桜通信だっけ？そう、胸もバカでかくなくて。そう。リアルなんだよ。リアルで綺麗な子を描けるんだよ。すごい可愛いよ。新しいフォロワーさん紹介します。3日我慢の精子は、プリップリボーイさん。プリップリ、ボーイさん。三日我慢の精子はプリップリボーイさん。フォローありがとう。コテハン3回読んだの初めてだわ、これ。えって思ったもんね。読めば読むほど面白いよね。最近なんか尖らせてきてるよね。なんでそのコテハン合戦みたいになってんの。なんか2チャンネラーとかさ、ニコ生から来てるよな、これ。俺さ、ふわっちが荒らされそうで怖いんだけど。なんかね、コテハンを見るとね、あ、こいつらニコ生から来てるなっていうのがわかるから、来るぞ、これ。ふわっちが荒れるぞ。なんかね、荒らしに来てるよ。俺らの島を。ニコ生から軍勢が。今日もね、トムっていう配信者、ニコ生の配信者が来てたから。いやー、群雄割拠ですよ、ふわっち。大戦国時代。勝たなきゃな。負けらんねえぜ。第一次配信サイト戦争あるのか。俺は思ってるのが、マジでふわっちは今年来るね。マジな話言うと。これ覚えといてみんな。ワドを予言してたよって。俺、今年来年、俺3年以内って言ってたけど、下手したら今年来年だわ。で、来年の末、要は2年後ね。要は、オリンピックが開催される頃には多分、ふわっちナンバーワンサイトになってます。確信がある。このサイトは。トムはしつこいね。トム面白いじゃん。好きだよ。荒らしたいのはニコ生で荒らしてほしいわ。いや、あのね、空気ってすごい重要だから、ブロック入れるから大丈夫だよ。新しいフォロワーさん、ホットさんフォローありがとう。だからコメント打たないじゃん。様子見てるんだと思うよ。ああ、ふわっちってどんな感じなんだ、つって。本当は嵐コメントとか打ちたいんだけど、あいつら、ネット弁慶だから、ブロックを一番恐れてるから。
ああっつって、なんかやりづれえなっつって 今だからこうやって見てるんだよ、ああっつって、研究されてんだよ俺ら。混ざって面白くなるかもしんない。要はね、単純なディスじゃなくて、昔の、ほんとね、ひねったような笑い、ニコ生で面白いコメント出るやつはいっぱいいるよ、正直。だから、選んでいけばね、相当面白くなると思う。CR7 さんいらっしゃい。よっさんはふわっちをクソ味噌に言ってたけどな。はい。そうですか。でもね、桂先生、誰だろうな、もうほんと女の子は桂先生。だからなんだっけ、デスノートの人も絵うまいんだけど、デスノートの人よりも、俺はあれ、桂先生の方がね、キャラクター性はあると思ってる。画力は高いね。でもさ、俺思うんだけど、絵がうまいってすごくさ、微妙な感じでさ、例えばさ、なんていうのかな。ジョジョの奇妙な冒険ってさ、荒木さんだっけ？荒木さんの作風って絵めちゃめちゃうまいじゃん。絵うまいけどさ、読みづらいじゃん、正直。俺、ジョジョの奇妙な冒険読むまでに、何年、何十年かかったんだろう。本当、絵がダメで読めなかったんだよ。本当に面白い作品だと思ってんだけど、もう子供が嫌悪感っていうか、何これみたいな。わかるでしょ？絵はうまいのわかるんだけど、なんかポージングがおかしいじゃん、なんか。なんか、わかるでしょ？なんか、もうこんなんなってるじゃん。絶対そんな感じで、喋らないだろうっていう感じで、こうやって喋るじゃん。わかる？日常会話でそのポーズ絶対ないよっていうぐらいのさ、キメッキメのポーズで全コマ構成されてるから、なんだこれ気持ち悪いだみたいな。パリコレなのかと思って。でも面白いよね、やっぱ。で、独特の世界観でハマるし。シティハンターとかも、まあ、うまいと思うよ。ジョジョはアニメになって一皮むけた気がする。アニメはでかいよね、やっぱ。やっぱマニアが読む作品だと思う。って感じだったもんね。桂の絵を見て興奮できるの。何言ってんだよ。俺、オナペットだよ。桂先生の絵で性に目覚めたんだもん。俺、これ本当だよ、マジで。桂先生でオナに覚えたって言っても、オナに覚えたのは桂先生じゃないけど、桂先生の絵は抜ける絵ですよ。アニメ面白いって聞いたけど、絵が。絵ね。でも俺逆に少女漫画の絵が苦手なんだよな。少女漫画の絵がすごい苦手で、なんだろう。なんかダメだね。ドリームノート。ああ、タバコ切れた。タバコ一本ちょうだい。ときめきトゥナイトはなかなか良かった、エロい。ときめきトゥナイト分かんないな。サンキュー。でもドラゴンボールはかっこいいよな。鳥山明の画集とか本当、子供の頃買ったけどずっと読めるもんね。絵だけで。部屋に飾りたくなるもんね。メカとかさ、メカに乗ってる悟空とか、ブルマとか。あと、ナメック星っぽい、荒野とかかっこいいんだよね。なんだろうね、鳥山明って。あの人しか描けないよね。すごい。俺、あと、鳥山明ね、なんか、一巻だけのね、なんか、ショートみたいな作品が結構あって、サンドランドとか、怖いだっけな。ああいう系も結構好きなんだよね。なんか、絵本みたいなタッチ。絵本作家とかありなんじゃないかな、とか思って。ホルコいらっしゃい。ときめきトゥナイトエロいっていう人初めて見た。
俺ね、王様の耳はロバっていう、ジャンプの一番後ろにあった作品があるのね。おう、あれ、単行本出てんのかな？王様の耳はロバ、大好きだったの。王様の耳はロバ、知ってる？1ページ漫画なんだけど。王様の耳はロバの耳。王様の耳はだっけな。漫画なんだけど。あ、違うな。王様の耳はじゃないな。なんていうタイトルだったっけ？タイトルも出てこないんだよね。棒人間なんだけど。劇中の悟空はキントーンしか飲めない。いや、漫画家っていいよな。漫画家は本当最高の仕事だよね。それを超える仕事あんのかっていう感じだもんね。ライジングフォースバージョン3.13、いらっしゃい。想像を具現化できるのが漫画家だもんね。いい仕事だよね、ほんと。ほんとにいい仕事。漫画家目指してたけど、所詮二次元じゃんってなってフィギュア作り出した。 発想がすげえな。俺は三次元だよって。あ、面白いな、ほんと。こねる粘土。発想が面白いな。戦うところそこじゃないでしょ。ドラゴンボール GT の GT ってごめんなさい鳥山先生の略って知ってる？あ、そうなの？あ、そういう意味なんだ。ドラゴンボール Z とかもよくわかんないけど。まあでも、集英社は鳥山明に土下座してもいいぐらいのことやってるからな。一人の作家を壊したわけだから。 一人だって漫画が大好きだった人をさ、漫画が描くのが怖くなるぐらい漫画描かせるってさ。すごくない？鳥山明ってもう漫画描くのが嫌になって怖くなっちゃって、病気になっちゃった人だよ。で、漫画描けなくなっちゃったんだよ。すごいよね。それはごめんなさいって言うでしょ。病気だな、病気。病気、病気、それ。ドラゴンボール Z は本と尺合わせがひどかった。単行本はスピーディー。あ、まあ、アニメはそれはしょうがないよな。アニメはしょうがないと思うよ。原作が追いつかないっていうかさ、だってさ、1週間に16ページとか20ページの分量なわけじゃん。で、1週間に1本アニメ作るわけじゃん。一応、アニメ30分の尺でさ、16ページ 稼げって言われても無理じゃん。多分そのアニメの尺って21分？それくらい？オープニング、エンディングと CM 抜いて21分ぐらいでいけるっしょ、多分。
無理があるんでしょう。うん。それはさ、ずーっとさ、空中でバキン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 。バキン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 ってなるでしょ。ジュン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 ってずっとやるでしょ。そうなりますよ。なめんなってなるよ。アニメーターからしたら。まあ、イカれてるのはわかるけど。昔恋人が女のフィギュア持ってて、やきもち焼いて、そのフィギュアの首折ったのを思い出した。最低な女だね。最低なやつだよ。そういうことするやつは。それはでも最低な女。フィギュアの首折るとか考えられないわ。仕事落ちちゃった。そっか。なるほど。でも俺もいっぱい落ちたよ、ゴルゴ。職業訓練も落ちて、バイトも落ちて、何個も受けよ。いいとこあるよ。蛇の道めっちゃ長かったよね。わ かる。でも、蛇の道のオリジナル編結構好きっていう人いるけどな。結構好きだよ。新しいフォロワーさん紹介します。箱崎孝之さん、フォローありがとアニメはおったら、だからフィギュアを買うっていうことが男の子にとってどういうことか分かってないんだよ。フィギュアを買うって、中途半端な作品だとフィギュアって絶対買わないの。そう、しかもね、別にね、萌えとかおっぱいがとかで買ってるわけじゃないんだよ。多分ね、その男の子って、その作品が好きで、そのフィギュアに出会ってるはずなの。で、フィギュアでオナニーするわけでも何でもないのよ。フィギュアってこの作品が好きだっていうシンボルみたいなもんなのね。例えばガンダムのプラモデルが部屋に飾ってあったら、ガンプラが好きなのもあるんだろうけど、ガンダムが好きすぎてそうなってるわけだから、部屋にガンダムがないとダメだってなってるから、その首を折るなんてね、もってのほかだよ。なめたりするんじゃなくて、俺はだから部屋にエヴァンゲリオンのフィギュアもうほんと30体、40体ぐらい実家にはあったし、その首なんて折られたら、俺は母親がもしそういうことしたら母親の首を折るよね。そう、造形美もあるんだけど、造形美ももちろんあるんだけど、フィギュア単体を愛すんじゃなくて、やっぱ作品が好きでそうなってるわけだから。リカちゃん人形とは次元が違うよ。シルバニアファミリーとかと。だから女の子ってさ、自分のキャラクターを入れて遊ぶっていうお人形ごっこじゃん。違うんだよ、男って。なんかね、偶像崇拝なんだよ。仏像とかと同じレベルなんだよ、あれは。 なんか宗教まで昇華してるの。もうフィギュアご本尊がないと生きていけなくなってるわけだから、フィギュアがないと。それを壊すのは、例えばギタリストのギターを折るような行為ですよ。ガンプラとかならいいけど、胸はだけてパンツ丸見えのフィギュアとかなんで持つの？変な目で見てるんでしょ？見ねえだろ。違うんだよな。違うんだよな、そこは。エロい目とかじゃないんだよな。そう、ご本尊だよね。だから仏像に近いよね、かなり。いや、これ俺正論だと思うよ、これ。中には、そういう、気持ち悪いやつはいるかもしんないけど、たまにそういう特殊な性癖の人はいると思うんだけど、そうじゃないんだよな。例えばさ、じゃあさ、ミロのヴィーナスだっけ？あれ、おっぱいとかあるわけじゃん。でもさ、あれで勃起してオナニーするやつ美術館で見たことないでしょ。モナリザで、でもモナリザでオナニーしてたって、モナリザがオナペットだったっていうリスナーいたことあったわ。世の中にいろんな性癖のやついるからな。
俺モナリザの顔が好きすぎてモナリザがオナペットだったっていうリスナーがいて、ちょっと引いたよね。気持ち悪いと思って。そこは本当に理解できない。それはね、多分女の子には理解できないと思うよ。そのフィギュアに精子かけてるでしょ、絶対。かけねえわ。かけねえわ。気持ち悪い。絶対かけねえわ。まあ、かける人も中にはいるだろうけど、まあ、俺はそれはわかんない、正直。サザエさんで女るやついるんだ。すげえな。ましてや、自分で、作ってるんだよ。言葉では表現できない。そうだよね。作る域まで行くともうなんかもうそこまで行くとね、いや、いろんな性癖のやついるからな、世の中にはな。バーガープレゼントありがとう、ゴルゴ、ありがとう。いや、面白いね、本当に。サザエさんのどこで興奮するんだろう。ワカメのパンツ。俺、ワカメは本当淫乱だと思うよ。パンツ丸見えなんだよ。ミニスカートどころのね、女子高生の膝上何センチとかいうレベルじゃないかんね。本当に。あんなミニとかいうレベルじゃないよ、あれ。本当に。あれ、どういう教育したらああなるんだろうね。ママ、大変です。大変です。うまくね、ピッチが合わないんだよね。もうちょい聞いた方がいいんだよ。大変です。あの喋り方好きなんだよね。グッとくるんだよね。カツオと、インディ、影でいけないことをしてる。ああ、磯野。サザエさんすごいよな。サザエさんって今でもやってんのかな？タラちゃんからの長渕。タラちゃんだっけ、俺やった。いくらちゃんじゃなかったっけ。昨日から何回ダンベルした？昨日から何回ダンベルしたかな。4万円分だから、何回だろう。4万円割る500円は、80回。違うか、8回。ん ?500 円。4520。ん違う、80回か。80回か。ん ?80 回かける500円。80回で500円で2万、4万円になる。もう疲れてるわ。8540だ、合ってるよね。80回かける6、8648だから、そんな言ってる。4万円分を500円で割って、で6をかけた数をダンベルやった。サザエさん一家声変わってないの？サザエさん、マスオさん、タラちゃん、フネさん。いや、変わってんじゃないの、やっぱり。なんか尖った作品見てえな。尖ってる作品見てえな。尖ってる作品。気持ち悪いです。ジョジョ、まあ一通り読んで、ジョジョリオン、まあ途中まで追っかけてるけど、あれはでも、なんだろう、ジョジョはね、なんか話が終わった後ガーって一気に読むのが好きかな。追っかけたくなるとか、毎週ワクワクする作品じゃないのよ。
ガンツはだから5巻まではもう最高だったよね。もう本当にアニメ界の歴史変えるんじゃないかぐらいのワクワクはあった。こんな漫画読んだことないっていう。で、主人公の奥野だっけ？奥野だっけ？奥野が死んだ時に俺もうやべえと思って。ただまあ途中から迷走したよな。もう後半は見てられなかった。もう5巻までで終わらせてほしかった。尖ってる感ってだから歪んでるっていうのかな。要は間違ってることを強く言う人が好き、作家は。もう絶対間違ってるだろっていうことを平気で堂々と、これが正論だからって強弁する人っているんだよ。それって社会では納得されないんだよ。リアルな人間としての言葉だとはってなるんだけど、人とか友達とかいなくなるんだけど、言う場所がないから作品に載せると、なんか逆に評価されたりするじゃん。気づかない間に変な、なんか説得力を生むっていうか、そういう作品が好きなのよ。歪んでると、もいや、まあ歪んで、俺作家は歪んでないとダメだと思ってるから、映画監督とかさ、なんか間違ってることっていうのかな、なんか世間一般で受け入れられないような思想とかをこうガッてやってる人が好きだよね。双龍伝ってなんだろう。こんばんは、熊野ジャッキーいらっしゃい。寝落ちちゃったんだ。ありがとう。嬉しいよ。この放送で寝落ちしてくれるのは本当に嬉しいね。寝る寸前まで見たいっていうふうに思ってくれるってさ、そんな嬉しいことなくない？ そんな嬉しいことないよね。最近はそういう作品少ない。出会ってないだけなのか、読んでないだけなのか、わかんねえな。本当に少ないのかタイムリープするアニメめんどくさい。シュタインゲート。あ、見てねえわ。シュタインゲート。漫画の話とかだね。なんか漫画の話で盛り上がってて。やっぱ漫画の話してるとき一番楽しいかな。どの作家がどうだとかこうだとかさ。そういう話。SF 系が嫌いなのか。私もたまに和道さんのところで寝落ちちゃうわ。起きて携帯見たとき、この配信は終了しましたって文字で見ると寂しくて虚しい気持ちになる。あ、でも、なんだろう。この配信は終了しましたとかさ。俺、だから、それってあれだと思うんだよ。テレビのノイズってあるじゃん。昔の。あ、わかんねえか。綾香とかわかんねえか。夜中の2時、3時とかになると、ザーって映画のリングのさ、貞子が出てくる砂嵐ってやつとかさ、あとピーってなって、カラーのさ、テレビのカラーを調整する画面がずっと出てるとかさ、なんか、あれが出た時の虚無感ってすごいよね。2時半とかにさ、ピーってずっとテレビがさ、壊れたみたいにピーっつって、ピンクとか青とかの字が出てて、こう、ポケーっと、あーって。わーって毎日毎日。なるよね。虚無感やばいよね。TS 見れなくて、あってなった。あ、ツイッター、YouTube に上げてるね、今。全部。バックトゥーザフューチャー面白いよね。バックトゥーザフューチャー面白いね。
なんだろうね、あの独特の虚無感は。なんかこう、なんか人生を無駄にしてる感じがした、すごい。寂しい気持ちで、それに似てるんだろうね、多分ね。すごい似てる。それでもあの時間が好きだったけどな。誰も起きてないで、自分だけの時間って。子供の頃の。夜中の自分の部屋は天国だったね。あれ見てるとトランス入ってバット入って次の日学校で発狂。学校で発狂とかはしなかったけど、夜中は誰も邪魔しないから俺はすごい好きな時間だね。それこそ今の3時とかさ、この時間に何かいいよね。俺すごい好きな時間だよ。本当はさ、ほら、ニコ生やってた時もこの時間がメインだな。夜中の2時ぐらいから朝まで放送をやって寝る。もう夜な、ずっと寝るっていう生活だから。ね、会社辞めたら多分そうなるのかな。どうなるんだろう。夜好きだね。特に夜のこの辺の新宿いいぜ。ね、昼間はさ、バカみたいにさ、ギラギラしてるけど、誰もいないんだよ。自分の街、自分一人の街だよ。夜中はほんと好き。誰もいなくて。そうだね。夜は味方だからね。旦那には怒られるけど、中学校の頃からの生活変わんない。いや、だから、俺はよく言ってんだけど、俺はドラキュラだからって。太陽を見ると眠くなるから、とか。あとね、俺ね、太陽暦っていうの。今のさ、暦って太陽で、365日計算してるじゃん。だけどね、月の暦の方がいいんじゃないかなと思うんだよ。月の暦でもあれ計算できるんだよね。あのね、満月の日って犯罪率が高かったりとか、なんか妊娠率が高かったりとか、生理とかも、女の人の生理って月の暦とリンクしてるって言われてるんですよ。だからね、実はね、人間ってね、月の暦を支配した方がね、実は運気とかコントロールできるんじゃないかなと思うんだよね。絶対あると思う。月の暦でも計算できるんだよ。24周期だっけ？野田さんいらっしゃい。十両。明るくなってきたら寂しく感じる。俺、明け方好きだけどな。明け方好きだよ。乾いた感じっていうのかな。好き好き。重力。ああ、重力の関係か。なんかあるんだろうなとは思う。太陽よりも月の方が影響がでかいと思うんだよ。細木数子は女は月を見たらダメって言ってた。なんか都市伝説で深夜に NHK で不気味な音楽流れて、昨日死んだ人の名前と年齢出るやつあった。ああ、あるよね。そういう、2ちゃんの都市伝説とかで。釣りしながらなんか最高じゃん。俺、釣りってほんといいなと思うんだよな。でもね、俺ね、正義の味方さ、釣りでもほら、リリースするって言ってたじゃん。なんで食わないのかなっていうのがあるんだよ。まずいからなのかな。俺やっぱね、自分で食い物をゲットし、生き物をさばいて殺して、で、食うっていう行為って最高にクールだと思うよ。それって芸術なんだよ。それってなんで芸術かってさ、アートでもなんでもないんだけど、神様が作った行為じゃん、それって。正しいんだよ。人間としてじゃなくて生物として正しい生き方なんだよ。それに勝るさ、かっこいいものってないんだよ。で、結局釣り極めちゃえば、別に仕事がなくなって家がなくなったって死にはしねえんだから、釣り竿終わったら。こんなかっこいい生き方ないじゃん。だから釣りってできるって、なんで食わねえんだろうと思っちゃうんだよな。
月の重力、潮の満ち引き。あ、そうだよね。潮の満ち引きも月のね、引力でやってるわけだもんね。私は、両村育ちだからよく小さいタコつって、塩もみして、丸かじり。あれ何？タコっていうのは生の方がうまいね、やっぱり。釣れたての方がうまい。なんか、新鮮であればあるほどうまいものと、寝かせた方がうまいものってあるじゃん。何釣り好き？何を食べるか知っちゃってるからっていうの？より植えたいから、より鍛えたいから。どういうことだろう。何を食べてるか知っちゃってるからっていうのと、どういうことだろう。その魚が魚の餌を何食ってるか知ってるから、グロいってこと。タコは取れたてを刺身にして食べるのがうまい。おー、俺、牡蠣が好きだからさ、牡蠣とか食いたいよね。生の方が美味しい。ほう。よく噛んで食べないと吸盤で死んだりする人。死ぬの？え、嘘。へぇー。吸盤が喉に引っかかって死ぬとかそういうこと？何それ。へぇー。あのさ、イカってすごい面白い生物で、宇宙から来たとか言われてるじゃん、イカって。あのさ、イカの知ってる？目ってさ、とんでもなく発達してんのよ。ありえないぐらい異常発達してんのね、イカの目って。だけど、それを処理する脳みそをなぜか持ってないっていう。だから、あれは宇宙から来た偵察機なんじゃないかって言われてんの。面白いよね。なんでそんな進化をしたんだろうね。脳が発達してないから全く処理できてないんだけど、目が異常にいいんだって。喉にひっつくんだ。空腹状態の方が狩猟本能がさら、あー、まあそうか、釣るのが楽しいのか。本当の釣り人ってそうなの。吸盤が舌とかにくっつくんだ。あー、食うっていいよな。うまいものを食うことに勝るものってないでしょ。うまいものを共有したりさ、好きねえ、そう思わない？うまいもの一緒に食べたくない？美味しいご飯。うまい飯食ってね、ほんとね、毎日ね、よく寝て、よく仕事って、だから釣ることじゃん。うまいもの食ったら幸せだからね。よく寝て。深いところも浅いところに生息するからより目が発達した。でもそれ脳が処理できなかったら結局目が発達しても意味ねえんじゃねえかなって考えちゃうんだけど。だから脳の概念とかもまだまだよく分かってないのかもしんないよね。小さい頃火星はタコのイメージ。あ、はいはいはい、そうだね。いつからそういう風になったんだろう。やっぱ誰かがタコでアニメとかを描いたんだろうね。アニメとか漫画とかで。で、それで一気に普及したんだと思うよ。なんだっけ、だから E.T. っていう作品ですごい特殊なあれだったらしいよね。それまでタコとか異生物だったのを、人、あえて人に近い形で E.T. って作ったから、あれはなんかその宇宙人の概念が結構覆ったらしいよ。ギャートルズみたいにマンモス捕まえてそれを食うって憧れだ。俺未だに憧れるもん。あの、屠殺をしたいんだよ、狩りとか。ブヒ、ブヒ、ブヒ、ブヒ。やめろーつって、うわーうわー。色彩で外観など判断するらしい。自分を、表示的な。戦いたいよね、やっぱ。本気で、命をかけて。素手ではないけど、やっぱ武器は絶対、人間はね、野生には勝てないからね、やっぱ。人間が余計に脳を使って、そうそうそう、ほんとそうなんだよ。なんか人間ってさ、賢くなったと思ってるけど、悩みが増えただけだと思ってんの、俺マジで。あの、
なんかさ、その動物みたいに生きるのって実は正しい生き方なんじゃないのかなと思うんだよね。喜んだり笑ったりだけでいいんじゃないのみたいな、感情だけで。なんかその脳みそはさ、すごい発達してさ、良くなったように見えるんだけど、それが原因で招いてる不幸もいっぱいあるわけじゃん。殴ったら殺せる。いやー、そんなにか、あのね、そんな簡単に人って殺せないよ。あ、人とか生物って。よく言われてるのが、犬いるじゃん。その辺にいる。犬が本気で戦ったら人間勝てないって言われてるからね。それくらい人間って弱いから。犬にすら勝てないんだよ。あれ、餌与えて手なずけてるだけだけど。狩猟犬とか本気で戦ったらガチでやられるからね。あんなちっちゃいさ、かわいいかわいい生物にすら勝てねえんだから。人類は滅亡すんのかな。いや、俺ね、人間が地球にとって一番害悪っていうのも考えたことがあって、突き詰めて、それを言ってるの人間だけなんだよ。でしょ？その害悪っていうすらも人間の価値判断なんだよ。つまりね、もっと地球とか宇宙って俺は偉大だと思ってて、なんつうの？結局、答えはどうなるかわからないけど、未来はどうなるかわかんないけど、未来に出たものが神なんだよ。神が決定したことって考えるぞ。でしょ？人間にとっては。だから俺よく石油が枯渇するとか、なんかね、人間のせいで絶滅してるとか、いろいろ言うけど、なんだろうな。その人間ですらも神様が作ったものなんだよ。わかる？だからなんか矛盾しまくってるっていうかさ。本気で蹴って殴ったら勝てるでしょ。いやー、勝てん、どうだろうな。いや、でも本当に大怪我すると思うよ。指とかなくなると思うよ。ニッキさんいらっしゃい。とても喋り方に安心感があり、聞いて落ち着きます。あ、ありがとう、ニッキさん、ニャッキさん。もし面白かったらフォローしてください。ドーベルマン強いだろう。今日は、昨日は配信不慣れすみませんでした。あ、とんでもない、とんでもない、野口さん。いやー、面白かったですよ。宇宙という名のプログラム。あ、でもね、そのプログラマーが言ってるんだけど、マリファナ吸ってるプログラマーがいて、知り合いに。最近絡んでないんだけど、その人が言ってたのは面白くて、マリファナ吸ってプログラム自分できるじゃないですかって。なんか植物とか動物とか海とか地球とか見てると、明らかに誰かがプログラムしてる気がするって言うんだよ。マリファナ吸うとわかるんだって。要は太陽がこういう風に回って、こうでこうで、で太陽の方角に草が伸びてみたいな。これはもう、なんつうの、プログラムをやってる人からすると、明らかに人為的に誰かがそういうアルゴリズムみたいなのを組まないと自然発生してるとはとても思えないって言ってたよ。もう俺はもう何言ってるか分かんないんだけど、だからマリファナやろうぜって言われた。で、断ったけど。いや、俺はやんないっつって。いや、絶対にワドは、なんかね、俺ね、マリファナ吸ってるやつからやたら好かれるんだよ。で、俺の放送を見てると、お前はマリファナを吸うと、お前の話はより深まると。お前は来てるんだみたいなことを言われんの。要はこっち側の人間だよみたいに言われんのよ。マリファナ。要はガンジャ野郎から。ガンジャ野郎からお誘いがすごいの。でも徹底的に断ってんの。いえいえ、ガンジャいいわ、っつって。見えてくる全ての。なんでそのガンジャ野郎多いんだろうね。フォローありがとうございます。全然、ただの雑談ですよ、ニヤキさん。必死で子孫を残すことがプログラムというのは、だからわかんないけどね、その思想は。今度やろうなじゃねえよ。またお誘い来ましょう、マリファナ。街を作るシミュレーションゲームか。綺麗に設計されてる都市もあればね、東京みたいなぐちゃぐちゃなのが面白いのもあるしな。
偏見とか食わず嫌い多すぎ。多いよ。俺は。あ、でもね、俺はね、マリファネに関しては別に、その、偏見があるとかじゃないのよ。じゃあ、俺はいつも言ってるけど、一番最初にやった合法ドラッグみたいなんだ。乗ったらタバコ一本もらっていい？それで、バッドトリップしちゃってるから怖いっていうのがあるんだよ。単純にトラウマなんだよね。ありがとう。いやいや そうそうそう、だからそう、絶対みんな違うって言うんだけど、でもまあ違法だからな、だから合法化されたらやってみようとは思うけど、俺だけどこの前さ、山手線一周したじゃん。俺そのせいでまだ右膝痛いのよ。いまだにビッコ引いてんのね。左膝がぶっ壊れたはずなのに、変な話、右膝が壊れてんだよ。で、あの時飲んだスタバの味がもうやばかったね。超いまだに飲みたいもん。俺あのスタバのためにもう一回山手線回ろうかなって思うぐらいうまかった。もうね、糖分の、いろんな糖分あるじゃん。シロップの糖分とか、砂糖の糖分とか、砂糖にもいろんなのが入ってんの、あれ。クリームとかさ、全部がね、ブワーってもう、その味覚がクワーって走った。すごかった。だから、要は脳みそ自体がその能力を持ってて、それを、リミッターを外してくれるもんだと思ってるの。マリファナとかシャブとか、そのドラッグって言われてるものは。オランダ旅行か。ハーブとかも、だから一回やったことあるのは、そのお香みたいなやつだよね。ハーブっていうのかな。いや、日本はマリファナ合法化されると思うよ。もうアメリカがそういう流れだから。だからタバコを釣り上げてマリファナ、が解禁されるっていうの流れだと思うよ。実は俺らがん細胞で、ある日空が開いて摘出されてしまうんじゃないかと思う。それはね、統合失調症だね。あのね、でも俺ほんと不思議だなって思うのが、あの本当に不思議だなって思うのが、癌細胞って実は、ES 細胞とか iPS 細胞とか、要は不老不死の細胞に最も近いのって癌細胞なの知ってた？なんで癌が起こるのかっていうと、DNA の端と端のところにテロメアっていうのがあるんだよ。で、DNA とか細胞ってこう分裂するじゃん。で、その時テロメアがちょっと短くなって、こう、どんどん複数回、こう、細胞分裂がするのね。で、テロメアっていう物質が最後までなくなった時に細胞分裂ができなくなるから、簡単に言うとさ、よく漫画の設定でさ、あるじゃん。細胞分裂の数には限りがあるとか言って。再生呪文を繰り返すのは危険だみたいなのあるじゃん。あれはテロメアのことなんだよ、簡単に言うと。で、癌細胞って何なのかっていうと、テロメアがなくなる概念、テロメアがなくてもっていうか、テロメアが減らないとか、テロメラを使わなくても無限に細胞分裂できるのか、癌細胞の。あの時のスタバはすごくうまそうに見えた。めちゃめちゃうまかったよ、スタバは。めちゃめちゃうまかった。右足は左足をかばってたから痛くなる。多分そうだと思うけど。だから右の方がダメージを負ってるね。左は完全に治ったんだけど、右足の膝がまだ痛い。多分ね、水溜まっちゃってんだよね。多分。
病院行った方が良さそう。病院嫌いなんだよね俺。ワドさん流れたんで、ワドツ流れた、何流れたって。何十年前のがん細胞を保管したらずっと生きてるらしい。うーん、まあがんっていうのはだから遺伝子の暴走だからね、ずっと増え続けるわけだからね、恐ろしいよね。早めに病院行った方が楽。うん、ちょっと長引いてるよね。回数分裂する細胞にはテロメアない。え、なんて呼ぶんだろう。サミダレさんいらっしゃい。なんて読むんだ。減数分裂する細胞、テロメアはない。わかんねえな。アキラってあれ癌細胞なんかな。それ癌細胞っぽいよねちょっとね、うん、アキラはね。永久期間ってあるらしいけどどう思う、みんな。なんかさ、なんか YouTube の動画とかにいっぱいあるじゃん、永久期間。どうなのかな、あんのかな。よくテスラえ、テスラ電気だったっけ。テスラ電気は違うか。あのいっぱいあるじゃんそういう永久期間。ロマンだよね。利権で石油売ってるだけなのかな、やっぱり。永久期間ってあんのかな。だから賢者の石と永久期間はほんとロマンだよね。錬金術師の世界だよ。賢者の石は要は不老不死だよね確か。で永久期間は無限エネルギーだよね。米が流れた、どっから流れたの、うん、嘘。亀尾さんの米スルーしたってことかな。亀尾さん、あーごめん亀尾さん、スルーしてたわ、悪い。ごめんごめん、申し訳ない。最近多くなってきたね、コメントをスルーされたって。リスナーさんとコメントが増えてきた証拠っすね。申し訳ない、最近多いんすよ。それか俺がボケてるか。永久期間、半永久はある。半永久ってなんだろう。でも無限エネルギーってど、俺でもね、俺ね重力は結構鍵なんじゃないかなと思ってて、俺の頭だったら半重力作れそうな気がするんだよ。俺ね小学生の時に、小学4年生ぐらいの時、半重力思いついたんだけどね、書けなかったんだよ。俺これだっていうのあったんだよ。うん、寂しいけどそれも良いこと。何が、うん、ああコメントね、うん、もこもこさんこんばんは。関谷京は首から下のクローン作る技術があるって言ってた。あっていうかもう実験段階に入ってて、50人のテスター、最近もう近々やるでしょ。あの首から下のクローン作る技術じゃなくて、あの首を移植する手術やるでしょ今度。今問題になってるでしょ。書こうとするからダメ。あのね、できたんだよね。要はね、宇宙はこうなって、こうなってるだろうって。あ、こういうことか。ここに人間がこういて、お、こうだってなったんだよ。要は、上に天体を作るんだよ。上に、地球とか自分、上に衛星を飛ばしまくるんだよ。そこでその衛星をピンポイントで重力、反重力、重力を発生させればいいんだよ。反重力を作るんじゃないんだよ。新しい、でもね、そうするとね、地球、宇宙がぐっちゃぐちゃになっちゃうんだよ。俺の理論だと、人間は浮くんだよ、地球上では。だけどね、もう宇宙がとんでもない回転とかを始めちゃうから、やっぱりね、宇宙って綺麗にできてるんだよ。人間を浮かすとか、車を浮かすのはそんな難しいことじゃない、俺から言わせたら。うん、猿の首の移植手術は80年ぐらい前に成功してる。そんななんだ。猿普通に生活できたのかな、うん、宇宙は調和で保ってるからね。おかしくなるんですよ、いろいろと。クローン怖いっていうかさ、俺らが望んでるクローンっていうのはさ、要は
まあそれ仏教の話になってくるんだけど、仏教ともその答え出てるんだけど、要は俺らが欲しいのって人格とかアートマンって言われるものなんだけど、自分のデータベースを引き継いで体を新しくしたいってことじゃん。クローンとかその、なんつうの、臓器とかが欲しいっていうのは。いや、健康な肉体があってっていう。でも仏教ではそんなもの存在しないっていうのはもう解明され終わってるから。っていうのも、その臓器が変わったら人間の人格って変わるし、例えばその全く同質なものを作ったとしても記憶は別だから、要はアートマンが違うわけだ。だから同一人物なんてものは存在しないし、アートマンそのものは存在しない。要は古画って言うんだけど、自我ってものは存在しないんだっていうことは分かってるから、結局哲学の領域になってきちゃうんだよね。私は冷徹人間が気になる。なんだろう、冷凍人間。ああ、コールドスリープか。コールドスリープはまあできるんじゃないかな。ウォルト・ディズニーとか、あと誰がやってるっつったっけ？アインシュタインは脳切り刻まれちゃってるもんな。冷凍人間は結構いるでしょ？なんかそういうサービスあるもん。人類が発達して、その病気が治せるようになったら解凍して生き返らせるってやつね。メタルクーラー並みに苦労。あれは感動したな。ベジータとね、悟空の共闘が良かったんだよな。悟空がやれそうになった時に、後ろから飛び蹴りでバカーンってベジータが蹴り入れてきて、飛び蹴りを。あのシーン好きだったな。ベジータが後ろからメタルクーラーぶ蹴って、2人でサイヤ人にうわーってなって、メタルクーラーがガシャンガシャン来るね。懐かしいね。世代だからね。骨芽細胞は実用されてはいるけど、体の一部だけ。ああ、全然わかんないよ、サミダルさん。同じ豚肉でもクローン豚って気持ち悪い。どうなんだろうね、クローン。豚の臓器を人間が使えるようにって聞いてずっと。ああ、なんかそれできたらしいよね。なんか作ってるらしいよね、今。でもそれ、攻殻機動隊に出てくる話だからね。だから、獅童正宗ってすごいよね、本当にね。どんだけ前からそんなの予見してたんだっていう。脳だけを凍らせるやつもあるんだ。メタルクーラーめっちゃ懐かしいよね。大好きだったもん、メタルクーラー。いやー、青春。昭和良かったなー。なんだろう。なんかもう俺、なんかさ、昔は良かったっていうじじい大嫌いだったけど、何が昔は良かっただよって本当に思ってたけど、まさか自分がなるとは思わなかったよね、30になってさ。昔は良かったな、今の若いもんはって。これもうだから人類のさ、ループだよね。 もうどの世代もそう思ってるんだろうね。昔は良かった、解雇中。攻殻機動隊ちょこちょこ見たことある。世界観好き。面白いよね、攻殻機動隊。じゃあそろそろ寝るか。のんた、グラタン食べたい。あと10分で終わったら一緒に食べない？食べない？のんたん、グラタン一緒に食べない？いやー、だってね、もう4時だぜ。私は昭和大好きな平成生まれだけど、年取ったら平成は良かったなって。どうなんだろうな、平成って何なんだろうな。平成って俺、ほんと絶望の時代だと思うよ。お腹ぷよってるからね。平成って何なんだろう。もうなんか、すご、なんだろうな。ほんと希望がないよね、平成って。なんだろうね、平成って。なんか俺逆に昭和のなんか、明日必ず良くなるっていうか、もう人類がずっと良くなっていくって思い込んでる感じがすごい好きなんだよな、浮かれてる感じ。まあ平成もあと2年か。あ、まあ IT 革命か。そうかそうか。ネットの時代だよな、平成って。そういえば。もうインターネット時代だよな。
確かに。俺でもこの時代に生まれてよかったなっていうのはやっぱネットだよね。もうだって俺本当に今でも思うけどさ、やっぱさ、アイモードとか使ってた人間からするとさ、テレビ電話どころかさ、テレビ局を持てるようなもんじゃん。自分でテレビ局ができちゃうんだよ、タダで。それどころじゃないんだよ。俺からしたら自分で放送局を持ってこうやってラジオみたいなことができるのなんて革命中の革命なのに、それでお金もらえるんだぜ。何それ、俺すごいよ。それはすごいよね。かだってさ、そんなさ個人でさ、よくよく考えたらすごいよな。よくよく考えたらさ、ただ喋ってるだけで生計立てられるってすごいよな。面白いよな。考えられないよな。なんかさ、自分だからさ、フィルターがかかっちゃってんだよ、もう。なんつうの、その、数字、ね、給料上げたいとかさ、もっと稼ぎたいとか思っちゃってるから、バカになってんだよ。よくよく考えるとさ、インターネット放送で稼げるって意味がわかんないもんね。どういうからくりだよっていう。なんかおかしいよな、絶対。昭和希望に満ちてるイメージ、ざっくり言って別々に作って融合させられる。IT 革命はすげえな、本当に。あ、まあその分なんか自分の役割みたいなものは考えるよね。うん、もうあと4分で終わるよ。ゴルゴお疲れ、おやすみ。不思議だ、配信だとなんか投げ銭したくさせる心理。それはやっぱりみんな考えてるよ。変な話だけど、俺らも飯食ってきたりして稼ぎたいわけだから、どうやったら花火投げてもらえるのかなっていうのは絶対ふわっちの配信者は考えてると思うよ。その何、それは小次郎っていう感じじゃなくて、その例えばそれをテクニックでやるやつもいると思うし、要はいやー今月金なくてやばいよとかさ、タイトルにあと何円しかないとかいうやつもいるし、俺はそういうのは間違ってると思ってるから、その稼ぎたいは別に悪いことじゃないから、その稼ぎたいっていう欲をいい配信をしようと、いいトークをしようっていう風になんかこううまく消化させたいみたいな風には思ってるけど、やっぱり配信者は考えてると思うよ。なんかどうやって投げてもらうのかっていう、どうやって食っていくのかみたいな。金は欲しいでしょみんな、いろいろ頭ひねってるでしょ。俺も答えが出ないもん、そんなのずっと考えてますよ。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。おやすみなさい。和道の異常なゼミナールでした。土曜日日曜日休みなんで、放送たくさんやります。見に来てください。90名の皆さんありがとうございました。トータル806名、アクティブ91名でした。おやすみなさい。みんなお疲れ、ありがとうね。面白かった人フォローしてってください。グッナイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんだよもう。